偉人の出身地3選を紹介していきます。1、小村寿太郎。幕末に結ばれた不平等な条約を改正し、関税自主権の獲得に成功した。小村寿太郎の出身地は日向宮崎県。2、東郷平八郎。日本海海戦でロシア海軍を破り、日露戦争を勝利に導いた。東郷平八郎の出身地は薩摩鹿児島県。3、陸奥宗光。条約の改正に活躍したカミソリ大臣の陸奥宗光の出身地は紀伊和歌山県。